今日はもう手の込んだことは一切しない。今日はもう作らない、温めるだけ。うわ、なんか冷蔵庫の中汚ねえな。こいつどうなんだろう。おお、何これ。こいつのためにあるじゃん。何これ。すごっ。これでも冷蔵庫っていうより、あったかいとこにあったよな、これ。あったかいとこにあったよな。パンも入れなくていいでしょ。これ、北海道チーズケーキ絶対に入れた方がいい。美味しい牛乳入れた方がいい。こいつは、イエズサワー。なぜか北海道なんかいっぱい売ってたわ。入れておきたい。こいつは入れた方がいい。スパークリングシュワシュワ飲み物。あ、これだ、危ない。こいつ野菜生活入れた方がいい。やべえ、どうしようかな。で、もう昼飯これ食っちゃうと思って、秩父の名産っていうかわらじかつじ、これだから入れなくていい。こいつだよな、問題は。夜、まあそうだな、夜とかになるんだとしたら入れた方がいいやん。入らなくなってるじゃん。これ正方形じゃねえんだよ。いやー、どうなんだろう。別に入れなくていいのかな。まあ精神的に入れといた方がいいよな。ちょっとプリンが下行って忘れないようにしないと。いや、こいつ前入んないじゃん。おお、タイロプラスチック、いいやな。よし、行こう。14時33分だ。熱っ。うわー、いい天気、いい景色だな。珍しいよな。秩父って書いてある。行け。うわー、なんか味のある星だよな。そろそろなんだよな。南蛮の湯、今日行く温泉。おー、これが南蛮の湯だ。で、おー、どっちみちこっちなんだ。おお、良さそうだよな、この温泉。ここだ。おお、近っ。めっちゃ近いやん。ただこの急坂をどう捉えるか。着いた。よし、着いたぞ。あ、サイト見せてもらうっていうことで、ここを使っていいみたいで、もうほぼここなんだけど、俺の予定では。ちょっと
と上のところちょっと偵察探検すごい。うわあ、いやでもまあ上の方があれいいと思うけど、上の方が眺望いいと思うけど、駐車場らしいね。これはちょっとでもこの坂道ちょっときついな。切り返せんのかなこれ、前行って。めっちゃいいやん。いやでもまあこれちょっとトイレ行くたんびにこれふくらはぎをぶっ壊れそうだよな。いやーここね、ここもいいよな。まあでもとりあえず快適な方でいいよ今日は。どうぞ。今説明をすごい親切に説明してくれて、ここ使えるってすごいよな。この中は使えないんだけど、このデッキ使ってよくて、そこで車中泊できて、何これ、ちょっと笑えてくんな。え、めちゃめちゃいいやん。で、ああいつか来たいけど、泊まってみたいけど、もう全然吸っていいみたいな。おお、これちょっとやばいな。これを踏まえてもう一回来たいやな。やっぱどこもそうだけど、めちゃめちゃいいやん。やばいよなこれ。ちょっと少しずつちょっと荷物出したけど、一応虫刺され無人、そして久々の登場、ウニヤマボーイ。ああるやん、ここにウニヤマボーイ。ここに結構門番ウニヤマボーイ。そしてここから食べ物と飲み物を取って、そっちで食べることができる。なんという、これは天国じゃないか。しかも3300円。俺はもうやばいところを見つけてしまった。一応ゴミ箱こっちにあった方が便利だよ。だいぶ進んだんだよ。そこにマイキレイキレイ置いて、そしてここへトースターボーイを持ってきてるから、ここで温められるパンとかも。うわすごすぎる。でもう前シェード張って、熱が上がりすぎないようにして、どうしようかな。こっちへ置いとけばいいよね。いやこれすげえな、タープ貼らないでいいっていう。何これマジでちょっと、いや正気を保てないぐらいいいわ。なんかもううわーってなるのが良すぎて、こいつをちょっとカツだけこっちで見てみようかな。このわらじかつじゅうのわらじ部分だけ温めよう。本当は米も温めたいけど電子レンジはない。いけ、3分ぐらいだな。よし3分、いってらっしゃい。こいつも温めたいけどな。
いいやん。うわ、味噌汁の存在忘れていた。あっちの、あっちに昆布出して。来たー。どうだろう。いいよな、もうこれ。あ、どうだろう。熱い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 わ。一回捨てるか。よし、オッケー、ちょっと向こう食べよう思って。うわー、そして味噌汁用お店だね。味噌汁用お金。いくら置いといて。200でいいから100円じゃなくていいよな。いやー、やば、なんかもう夢みたいな場所だな、これ。すごすぎ、あ、冷たい。あ、すげー水味いてる。すごい、おー、すごいすごいすごい、すごい水弾いてる、このズボン。ちょっと拭こう。ここだね。ちょっと拭いて。あ、もうこれ。タオル。あ、ティッシュの方が良かったわ。これ。見てくれたいよな。逆見てくれたいよな。いやー、これはいいよ。これはいい。めちゃくちゃいいよ。ちょうどいいし、気温も。天気予報が逆にいい方に外れたの初めてかもしれないよな。今日一日曇りだったもん。いや、でこれがあれば米が冷たくても大丈夫なんだ。きたー、お湯きたー。いや、どうかな、注ぐときにやっちゃうかな。いや、これ熱いな。通常グローブでは無理か。これやっぱ夜間だったか。いけ、やぶね。よし、景色の方向いてくいこう。いやー、結局景色なんだよね。景色、うん、うまっ。うん、米も冷え切る前だから。いや、めちゃめちゃいいだ。うまっ。なんかこういうのでいいのかもしれないよな。最高の昼飯だよな。って言っても、やべ、もう4時だ。うわ、すごっ、うん、あ、ごちそうさまでした。さあ、カフェオレでも作ろうかな。こっちの牛乳で下痢対策として、腹壊し対策として。これで、感じでいいよ。落ちて、
こういう状況。なんで？泡。いいか。すごいですね。しかももう水汲んでくる必要がないから、そこにあるから。水道が。やばいよな、これ。ってなるよな、良すぎてる。できた、めちゃめちゃいい匂いする。調合完璧だったんじゃない？手袋忘れずに。いや、これやっぱ耐熱手袋じゃないか、熱いな。アウトだ。いやー、よかった、来てよかったな。こんなに素晴らしい場所だと。暑いな。あ、でもどうなんだ、ちょうどいいぐらいか。いやー、素晴らしいひとときですね、これ。これで片付けて帰ったとしても来てよかったレベル。すごすぎる。いやー、マジでのんびりとした時間だ。楽をしようと思えばこんなに。わあ、すごいよな。ちょっとなんかブン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 虫が飛んでるから、あれやろうかな。久々にパワー神言語、これをパワー神言語やろう。 M16 ライター来たね。どこだろう。主にいるのはここだよな。編集こうかな。とりあえずちょっとやっぱなんか怖いから、こうこっちにしとこうかな。火使って焚き火してもいいエリア、このとこ。あら、もう5時か。早いな。あっちの山もいいよな。飛行機雲。あ、普通ないか。飛行機雲。あれ？すごいよなぁ。ちょっと、寝っ転がろうかな。コットでも持ってきたらよかった。暇だ。珍しいよな。
これ本当の休暇なのかもしれないな。でも灯してみるかな。5時17時34分まだいいよな。ちょっとやばい、眠くなってきた。17時50分、寝たらやばいよな。でも、いやーすごい、もうあんなウッドデッキのすぐそばにこんなベッドがあって、そうだ、あとシェード貼っちゃおう今のうちに。うわーやべ、もう夕方だ、夕日だ、どうしようかな。もう今日は晩飯を温泉施設で食っちゃおうと思ってたけど、スーパーで買ったあの肉巻きおにぎりもったいないから、それをやろうかな。すごい嫌な、これここの、うわ連結された別荘気分だよこれ。ハイエースとウッドデッキが連結された、すごすぎるだろ。これあれだよな、モミジだから秋すごいかもね。18時10分いやー日長くなったよな。夜どんぐらい、一応電気あるんだって、明るくなるのか。すごいよな、照明までついてるの。涼しい、気持ちいいですね。暇だからこいつ灯してみようか。マッチ持ってきたんだよ。あ、こいついいか。やべ、涼しすぎるな、ちょっと寒いな。じゃね、これ補充できんのかな。フライングフィアハンド、なんで、え、あ、危ない。フライングフィアハンド、いやーすごい雲が綺麗なんだけど赤くなってあまり映んないな。あー、やっぱこれを踏まえてもう一回行きたいよな。すごいよな、これ暑くもなく寒くもなく。ちょうどいいですね。やばー。
と暇だからコップ洗おう。しないよな、牛乳洗うと。パワー森林工の状況、こんぐらい減った。そして鬼山ボーイの状況、どうだ調子は。上払ってんのかよ。頼むぞ。いやいや、マジで別荘こんなウッドデッキ欲しいよな。これいくらぐらいなんだろう、トレーラーハウス。いいよな。18時53分、行った方がいいよな。ポチッ、明るい、眩しいぐらいだなこれ。どっかつけてった方がいいよな。帰ってきたら真っ暗だよな、多分。いやー、ほんといいな。すごい時間だよ。よし。風呂道具持っていこう。無料券もらえちゃうから。すごいよな。ちょっと一箇所つけておいた方がいいよな、これ。つけていこうかな。絶対帰ってきたら暗いよな。で、車の閉じまりして風呂道具持って、あ、一旦休憩です。一旦休憩です。お疲れ様です。ハイエース、あ、鬼山ボーイ。留守を頼んだぞ、ハイエース君。ちょっと時間なかった。何分で着くか。18時59分。いやー、やべ、電気持ってった方がいいか。ヘッドライト持ってった方がいいな。そうだな。しんどい。じゃあ行こう。真の出発、ちょうど19時。日が長くなったよな。おお、いいよな。ハイエースボーイかっこいいよな。隙間からのハイエースボーイ。こういうことしてっから時間が分かんなくなるんだよ。これ全部この辺モミジだから、マジで秋いいよな、良さそうだよな。いやー涼しい。やっぱ一番上のテントサイトに泊まるんだったら結構大変そうだよな。プチ登山だよな。あれ、こっちだよな。渡るしかない。うわ、ちょっと待てよ、なんだよこれ。あ、倒れちゃってんのか。戻るかな。うわ、こいつが今度道連れになるか。今日道連れになるか。いやーこれ悲しいよな、これ。ちょっとさすがに悲しすぎるよ。おい、安定しろ。無理か、無理だ。あー涼しい。いやー露天風呂楽しみだな。うわ、
月が、月だよなあれ。また、あ、月だ。月はまた綺麗だな。1ヶ月経ってないよ。あそこだ。これは車で来るほどじゃないよな。着いた。そこが門だから。19時3分だから2分台だな。2分台。おー、いいですね。いいですね、満貫の湯。くわぁ。うわぁ、何も映んないな。何も映んないや。これマジでライト持ってこなかった、やばかったな。やばいよ、街灯がない。ああ、私の別荘が見えた。結構この登り結構こたえるな、ふくらはぎに。いや、めちゃめちゃ良かったな。狙い通り、夜の方が空いてるっぽい。いやー、露天風呂が絶妙に石畳の距離があってこと。うわ、やばい、牛がいた。そんな季節だよな、そんな季節だよな。そりゃそうだよな。しかもヒーター入れない。21度 70% 快適。ヒーター入れないから乾かないか、干してても。そしてなんと、なんとこいつ温泉で売ってたから買ってきた。結構高級だった。これ発泡酒って書いてあるけど、これをせっかくだから外で飲もう。でもこれ電気つけっぱなしでいいやな、車内に。89% が大丈夫。よし、行こう。ウッドデッキへ。電気をつけてみよう。おお、明るい。とりあえずこいつ飲みたいよな。こいつ飲んで一服だよ。どうだろう。2月3日のこの殿様。フルーティー、うまっ。グレープフルーツっぽい味するよ。うまっ。うまい。すごい夜だな。あ、君だよ。いい匂いするな。ちょっと来たー、月が濃くない。すごい。袋みたいな声聞こえるんだよ。つけると鳴いてくんないんだよ。あ、来た。俺の声が邪魔だったっぽいよ。
て。ちょっと待って。っていうやつ。よし。晩飯、今日の晩飯は、こいつを、大皿だったね。あまりにもうまそうで買ってしまったんだよ。とりあえず一つずつで、いってみようかな。危ない。よっしゃ。では。3分を信じてるから俺は何でも。そして鬼山ボーイ休憩継続中。よし、3分後。うわぁ、してこの別荘生活だこれ。別荘生活できるよ、ここ。この椅子から見た、椅子から見たトースター。シーンって言いましたよ。さあどうするか。何に乗せて運ぼうかな。冷蔵庫に入れてたと思えないぐらい温まったな。うまい、うまい。天むす、天むす尻尾の食べてみよう。お、口に来た。こいつらの感じを見るにあと1、2分やった方がいいな。はずですね。あ、あ、オッケーオッケー。このホイール、ホイールごとのせよ今度は。うまくいった。うまくいったぞ。第二陣。4分か5分だったな、冷蔵庫入れちゃったから。悲しいけど、こういうのが一番うめえよ。自分で作るよりはるかにうめえな。ラスト、エビの尻尾チップスを、エビの尻尾チップスいって、すかすこいつ。きれい。いやー、これ楽ちんだ。片付けん。いやー、うまかった。ごちそうさまでした。そしてちょっとタイムラプスくん止めよう。そろそろ何時間もしてる。4時からだとしても5、6、7、8、
いや、めっちゃ美味しいね、これ。よし、頼むぞ。後で確認しよう。はぁ、満腹だ。ちょっと、一回、ちょっとパナソニック獣医院やってみよう。いけ。こういう距離感。寒くなってきちゃったよ。寒い。ラストだ。2月3日のごもっとも様。へえ。いやー、うまかった。ああ、閉めるわ、消したら。消したらちょっと見える。ランタンが際立ちますね。締めのデザートチーズケーキ。プリンじゃない、今日北海道チーズケーキ。こういうやつ。うわ、寒い、やばい、寒い、めっちゃ寒くなってきた。素晴らしい夜だな。チーズケーキ激ハ、チーズケーキ激ハ。明日もう一回使う、同じの。よし、歯磨きOK。消灯するかな。よし、じゃあ今日もありがとう。いい夜を演出してくれて。フィオハンド、お疲れ様。で、あれだ、これを車の中に入れといた方がいいらしいんだよ。動物が来ちゃうらしいから。
うわぁ。いやぁ、ウッドデッキの夜、早かったなぁ。よし。じゃあ、こいつしまって入ろうかな。いやぁ。うわ、すげえ、18度、77% だ。やっぱヒーターちょっと入れないとダメだな。寒くなくても。少しだけ乾燥させないと。いやー、21時40分。で、トースターも明日使うよな。着替えてしまいますかね。ズボンを。なんだかんだ時間ないよな、結局。これで、焚き火やってたらっていう考えると。いやね、いいわ、ほんとたまにはこういう、買ってきたもんだけで、車中泊自体を楽しめば。やべ、つけっぱなしやん、このライト。やば。リアハッチライトつけっぱなしだった。はい、はい、狭い。なぜだ、敷けてただろう、かつてはポンと。なぜなんだよ。いやー、湿度すげえな。夜露がもうやばかったもん。よし、これでちょっとゴロゴロして、うわぁ、いいな、やっぱ。どんなトレーラーにも勝る、この空間。で、まだいいやな、10時半くらい寝ればいいやな。いやぁ、やっぱいいわ。やっぱいいですね、いいよ。ただちょっとやっぱ早めに起きて朝ウッドデッキも楽しみたいよな。11時チェックアウトだから。でももう片付けなんかほとんどねえもんな。7時に起きりゃ余裕だよな。8、9、10、11だ。7時でも早いぐらいだよ。7時だ、明日は。これは、すごいところを見つけてしまいましたね。明日天空のカフェ行きたいよな。あと、秩父華厳の滝っていうのがあるみたいだから、それは上がって2つとも行けたらいいよな。だから朝飯はどっちみちもあのちっちゃいパンの集合体が1つとぐらい、食べ過ぎないようにして昼飯天空のカフェ行ってみよう。いやー、この余裕よ。寝るかな。22時8分 OK。 22度、 73% まで下がったけど、まだ不快だな。不快ちゃんがいるんだよな。22度だったらいいよな。寒かったジャージ着て調整して。いやー、まだまだだ、まだまだ楽しみだな。朝のウッドデッキすごそうだもん。よし、寝よう。いやー、なんか、あ、ポチッポチッ、オッケー。うわー、うわー、朝ウッドデッキ。
34分、ちょっと一回起きちゃったから、少し寒くなって起きちゃったんだ。トイレ行ってタイムラプス仕掛けてこようかな。ちょうどいいやな、夜明けの景色撮れそうだから、それだけいいやってこよう。朝ラプス、いや、ついにやられないといいけどな。ライト持って、これででもやばいな、星がめちゃめちゃ出たら撮りたくなっちゃう。どうだろう、トイレ行ってこよう。寒い。一回寝られるといいけどな。4時50分、なんか寒いんだよな、よくわかんないな。21度で暑い時あるし。おー、ちょっと、いやー、ちょっともう外出たいけど、どうだろうな。静かにしてればいいよな。5時20分。うわ、ちょっと血がすごい。よし、じゃあこいつら。
日が出てきた。太陽が暑くなりそうだな今日。いいなぁ、こんなトレーラー欲しいよな。別荘気分やばん、蜂が来た。一旦入ろうかな、やばいよ。ちょっとまだ音出せないから中入ろう。一回蜂も来たし、うわ落ち着きますね。少しゴロゴロしよう。起きても大丈夫時間まで6時だ。ちょうど一応8時にアラームかけて、あ寒っ。いやー早朝ウッドデッキマジで気持ちよかったな。すごい森の匂いがしたな。いい匂いだった。うわぁどんどん下がってる。寒っ。すげえ6時40分なんかもうめちゃくちゃいいな。こんなあららら、こんなダラダラしてまだ6時40分だ。8時10分起きようかな。おお、布団片付けて着替えて外出ようかな。よし、布団片付けて。シェードどうするかだよな。ギリギリで剥がした方が温度上がんないかもしれない。現状の温度に合わせて剥がすと後で後悔しそうだよな。とりあえず貼っておくか。よし、外へ行こう。うわぁ、すげぇ、木漏れ日だ。木漏れ日状態。うわぁ。とりあえずトイレ行ってこいかな。すぐそこなんだよ。もう一回パンやるか。どうしようかな、ちまきが待ってんだよな。パワー森林港の状況模様みたいになってる。うわー早朝も良かったけど、この日が当たってる感じいいよな。やば、明け方仕掛けたタイムラプス回しっぱなしだ。うわマジで蜂みたいな来るから、鬼山ボーイ、ここに勤務先をここにした。頼むぞ、睨みを聞かせてくれ。昆虫の頂点鬼山ボーイ。8時半、まだまだあるよ。いやハイパーピーチクパーチクアラーム。いい、ちょっともう牛乳がロイヤルミルクティーをやる量残ってないから、普通の紅茶を作って牛乳を入れよう。それで冷ませばちょうどよくなるはずだ。まだ触れる、まだ触れる。
催事ですもあったな。野菜ジュースもあったよ。いや楽しい。なんだこれ。一つでいいかな。薄いかな。ちょっと感じもするんだけど、ちょっと薄い感じもするんだけど、どうだろう。あ、うまいうまい。贅沢な時間なんだ。海切ってしまった。洗っちゃおうかな。徐々に使わないものを片付けてって。ついでに歯磨きして、トースターもしまっちゃおうかな。パンは我慢してちまきを食べよう。のんびりだ。ちょうどいい気温。めちゃめちゃ快適だな。少しだけ風が吹いてて。究極だよこれ。やばい、今シェード一旦地面につけちゃったと思ったらこいつ。綺麗な。やばいやばい、こいつどこに返してやれば。お前、危ない危ない、それか。ちょっと待てよ、クモの巣だから。クモにどうなんだろう、誰に肩入れすればいいんだか分かんないよ。そっちだ、気に行け行け。お前はシェードじゃない、シェードじゃないだろ、お前の快適なの。そっちだ。いけ。やばい。こいつも、どうしようか。うわ。アリとかもいるから。うわ、どんどん汚れていくじゃん。どうすればいい。とりあえず枝に移して。こっちだ、そうだ、そうだ、乗れ。やべえ、なんかこいつケツからなんか出てる気するよな。いや待って、そうそしてお前ここだな、この辺にいたら。おお、これでこいつは救われた。落ちる。すげえな、このケツ。いや、どうする？
雲に肩入れするなら雲のそばだけど、公平にここは。よし、こいつマジでケツからなんか出してんじゃん。うわ、めっちゃ濡れた。これ糞か。くそー、ケツからめっちゃ出てんじゃんこいつ。何、あ、いいね、帰ってた。ケツから出てんだ。なんだよこれ、大丈夫かよこれ。シェードから虫大量発生しねえよな。よし、頑張って生きていけよ。お前その枝は不安定だからな。蝶々になるまで頑張れ。てかもうこのケツから出てんのなんだよ。いいな、旅立ってったな。よし、今シェードとか全部あって、もう車は大丈夫なんだな。9時40分、でなんかトレーラーの人たちは10時チェックアウトらしいんだよね。から続々とチェックアウトしていくが、俺は天空のカフェが開く11時前ぐらいまでいようと思ってる。鬼山ボーイお疲れ様。今日の任務も何匹追い払ってくれたのかは永久にわからないけど、こいつから入れちゃおうかな。いや、もうほとんどだな。ゴミももう出さないなら捨てちゃおうかな。ゴミも捨てに行くか。すごいよな、ゴミまで捨てられて。何なんだここは。3300円って、すいませんでしたって言いたくなる金額だよ。よし、こいつゴミ箱捨ててこよう。10時6分、ほとんど折れた。楽だな、楽だし、なんかもう日陰で作業できるからめっちゃ楽だわ。いいよな、いつか泊まってみたいよな、ここ、この中で。いやー、ちょっととりあえず7月後半までこのプランあって、その後やるか分かんないって言ってたから、ずっとやってほしいな。滝を見てちまきだな、それがいいやな。10時36分ちょうどいいな、滝を見て11時オープン。いやー、つい、よし、滝を見に行ってみよう。やっぱ省エネキャンプだと余力があるよね。お世話になりました。いやー、よかった、めちゃくちゃよかったな、素晴らしかった、マジでよかったな。行ってみよう、秩父華厳の滝っていうところ、満願の湯、近いですね。左に行ったら着くみたいだ。結構細いとこ通るな。うわ、来ないでくれ。やべえ、またワイルドだ。ワイルドロード。
いや結構遠いよな。ちょっと待って、登山装備必要なのかこれ。そんなに険しくないよな。装備ないぞ今日。よし行ってみよう。ちょっと険しいといけないからキャノンを置いていこう。ちっぽいんだけどな。これだよな。手本滝これより50メートル合ってるよね。手本滝ここ登ってくな。いやーうわ涼しい。おっとどっちに行くのこれ。ちょっととりあえず下バージョンから行ってみて。おおいい橋なんだこのなんだ。おおすごい冒険感。やばいやばいやばい。サラテクトやってないじゃん。サラテクトやってないよこれ。ぶっ刺されるかな。うわー涼しい。いやーいいですね。あよかったこの靴で来て。結構登山道っぽいやん。うわーやばい。クモの巣顔面。あれどこ滝はどこ。あまだか。これ沿いを歩いていくんだな。50メートル捨てだよな。え、なにこれ。なんだこれ。横切りベンチじゃん。あったあったあった。ちょっと待ってよ、ここ。あれここまでしか行けない。え、なんで。あ、そう、あれこうやって行くのよ。あそこに見えてるよ。あ、こっちだ。ここまでですよ、ベンチか。こっちだ。ああ。おお。咲いてますね。よし。ああ、でも結構近いな。うわ、なんか木の実落ちてるじゃん。これなんだろう。梅みたいなやつかな。桃っぽいよな。ああ危ねえ。これでもよそ見してたら結構落っこちる。いやー来たぞ。全然キャノン持ってきて大丈夫な距離だったな。うわーここ危ねえ。ここ危ない。うわー来たー。うわすごっ。いやこれすごいな。下びしょびしょだけどすごっ。めちゃめちゃすごいやん。うーわすごい涼しい。魚いるかな。いやーすごい。魚は見えないな。戻るか。いやーこりゃいいな帰り風景。こっちから来たからこっちへ行ってみよう。そうすると上から覗けるっぽいよな。うわービューポイント。うわーうわー結構長えな。いいか
どうする、見えるか。結構登ってきたら見えた上から。うわーうわー、すごいですね。やべ、下り結構こたえるなこれ。ディーゼル四駆だからこれ。うわ、戻ってきた駐車場へ。ちょっと暑いから出発しよう。クーラーかけて。秩父名物天空のおやき。天空のおやき、島木じゃなかったか。とりあえず行ってみよう。やべえ、すれ違えない道路、来ないでくれ、絶対に来ないでくれ。うわーすげえ開けた。うわー、あれ着いたな。天空の学校ここだ。駐車場すぐそこ。え、すぐそこ、え、あ、ここか。オッケーオッケー、ここだね。いや結構いるな。うわー、これいいんだよな。でやー、ディーゼル四駆なんだよ。よし着いた。よし、こう涼しい。やっぱさっきのちょっと歩くとやっぱ汗かいちゃうよな。いや腹減った。戻ってきた。天空のちまき、天か釜焼き。ちまきが有名らしいからちまきだよな。うまそうだけど。お土産ちまきあります。だって一つ食べて一つ持って帰ってみよう。よし行ってみよう。注文してきたちまきを。テラスですね。いて、すごいやん。うわ、これはすごい、これはすごい。暑いな、でも直射日光すげえな。こんなところに学校あったって思うと。来ましたね、ちまきと給食セット。あっち、しいたけスープ、アイスコーヒー、1300円。食べよう。はい、すごいすごい。やべ、すごいなこれ。粘り気これ。おむすび状になって、なってない。うわすごいわこりゃ。走り食った方が良さそうだよ。こういう状況、ちまきの状況。いただきます。
いやーこれもう一個だったよな。これめっちゃうまいな、もうすでに。スープ。メインの確認いっちゃおう。ごちそうさまでした。素晴らしいですね。いやめちゃめちゃいいとこだったな。空いてたし行こう。駐車場へ。いやちょっと暑いな、やっぱ中は。いやーよかったな、いろいろ。帰りにおまけ観光までしちゃったよ。11時54分また12時になってないんかい。いやーもうでも大満足だな。軽い気持ちで楽ちんキャンプやろうと思ったら良すぎたな。いやすごいよな。まだまだ近場にいいとこいっぱいあるんだな。いやいつかトレーラー止まってみたい。よし、行こう。よし。